もちろんヤギ一つもね、ヤギ一匹注文してるんで、それが届くのと、あとチキン、まあ、2羽ぐらい買って、あとはフルーツ、チャパティ。ヤギ一匹いくらぐらい？なんかプレゼントは4000円って言ったけど、まあ、このぐらい。ニワトリはどのくらい？1000円。1羽ずつ買うの？1000円。やばっ、いいやつで1000円。安っ。1000円なの？え、俺この間スーパーであの普通にちっちゃいやつ500円ぐらいで買ったけど、かけんだ多分。じゃあ誰かがさばいてくれるんですか？でも前回は神の声の時はさばいてくれたけど、今回ちょっとねやってみましょう。自分たちで、まあちょっと手伝って。ああ、じゃあスグルズクッキングこれね、ちゃんとお前ちゃんとポンと入れるやつ、綺麗なやつ。生々しいね。やっぱり生々しいね。3匹いるんだ、ほんで。おお。わあ、フリー。そうよ。はい、this is a chapati。Like this.
コツは何ですか？ひたすら伸ばす。いや、撮っていいのかな、これ。あれにしようかね、モザイクかければいいや。結構リアリティあるね。リアルだからね。リアルだからね。一楼に多分ミシーいたね。さっき。そう、忘れてる。うん、おとなしい。ガッテ？うん、すごい。やばいっすね。ここまで飛んできたもん。血が。多分俺のあれが多分下手くそだと思う、多分。なかなか切れない。実際。こんな感じですよ。うん。さばき方って誰に教わるんですか？あ、親とかじゃない？でね。OK。でね、でね。あ、ね。ここ？ここ？スモール、スモール。ラッキーサイ。オッケー。これがさっきの鶏？取る。なんかさ、さばきたて前に。あ、そう、新鮮。うん、なんか、弾力あるし。何であれ、味付けしちゃうの？カレー風味だね。で、カレー？うん、ちょっと入れてです。カレー。うん。どうですか？うまい。うわー、このクオリティの肉食うの久しぶりだわ。マジでうまいっすね。どうですか？いただきます。確かに鮮度いいっすね。うん、うまい。うまい、うまいっすね。おお、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 アップダウン、アップダウン。これ何？オートン。トマト。マトゥンはどう？あの、なんか日本酒だと。いらない状態で。いつも道案内されるじゃないですか、うん、でここは誰の家とか、うん、ここはあそこのオリンピアンの家だって言われるんですけど、僕全く分からなくて。あ、そうなの。ケニア人あんま知らない。ケニア人全く分からなくて。それだけケニアはランニングが文化としてもみんな知ってるよね。ちゃんとね、野球選手並みに歌にもなってますけどね。なんだっけ、マラソンマンだっけ。流し、マラソンマンの一回流しましょうか。ちょっと歌あんの。今日僕ロングラン前に聞いてましたよ。そう、本当に。はい、今日僕ここに会いました。 SM はぶっちゃけ僕嫌なんですよ。もう早く終わらんかなとか、なんかそういう気持ちないですか？早く終わって美味しいもの食べたいなとか。試合前。はい。試合前何考えてるかな。でも試合前はでもいつもユータとかと終わった後どうするとか、なんかそんな感じのこと話してたよね。だからまあこれからきついだろうなとか、うん、早く終わらんかなとかじゃないですか。そうそう、そんな感じで。走るとき何考えてるんですかって聞いたときに、うん、あなたは何考えてるんですかって聞いて、うん、あなたがじゃあウォーキングするとき何考えてますかって聞いて、あ、こういうふうに考えてます、それと一緒ですっていうふうにいつも言います、うん。
確かにね、なんか違うもんだと思ってんのかなって思っちゃうね。一般の人が仕事行く時の心境と一緒じゃない出勤する時の心境と。なるほど。そういうのを多分言っちゃうと、実業団とかだとやっぱ会社的になんか怒られちゃったりする、うん、やったかーフィニッシュありがとうございます。どうだった？本当どこからその肉が来てるって思いました。ちょっと分かること大事なんで。まあただ単にこのね楽しいし美味しいしやってるんだけど、まあ改めて認識するところがあるんじゃないですか。その命をいただくっていうことで。まあね。うん。